チャーが木村、はい、この流れから言えば木村でしょうね。まあこの松永がスイッチヒッターですからね。このあと松永、オマリー、八木、新庄と続いていきます。二塁ランナーは同点のランナーです。セカンド長打、一塁に送ります。ランナーは三塁に進みます。はい、トップボールですね。こういう選手がベンチにいるとやっぱり頼もしいですもんね、ベンチ自体もね。さあワンアウトランナー一塁で西山は立ち上がっています。先ほどツーランホームラン、17号のツーランを叩き込みました。しかも今日3安打のオマリー。放送席、はい、三塁側タイガースですがね、オマリー選手、先ほどのホームラン打ったのはスライダーでインサイド、はい、ホームランは狙っていなかったけれども、いい感じで振り抜けたということなんですよね。まあ、この打席は、敬遠ということなんですがね、はい、あと1打席回ってきてその時にスリーベースを打てばサイクルなんですが、そうですね、まあ、今シーズンちなみに1本だけスリーベース打ってます、はい、1本だけスリーベース。しかも今日はちょっと甲子園とは切手の違う広島新球場スリーベースヒット、そして昨日のヒーロー2試合連続のヒーローになれるかと八木です。昨日は8回に近藤からスリーランホームランを放ちました。打率も昨日のホームランの時点で2割に達しました。今日もショートへの内野安打を放っています。最初、はい、月それとワンポイントで行ってもあとの他にいいピッチャーがいないですからね。これはバットが回りました。ベンチは1点を守りに行きますからね、だからヤギっていうのは案外もう攻めれば簡単に取れるバッターなんですよ。振れば言うことないんでしょうけどね、はい、ベンチはしてやったりになるんでしょうからね。それだけやっぱりもう一度ここは踏まらなきゃいけない場面でしょうね。フォークボール、本当は今のフォークで空振りを取らないといけないですよね、キャッチャーは西山です。西山も今日はフォークがこういった状態ですから苦しんでるでしょうね。先ほどもね、いい当たりしてるからね、はい、はね、サードライナーヒットがうまく取りましたからね。これも抑えすぎます。本当に広島の内野陣が2、3になったものですが少し前に出た、はい、ここが野球の非常に駆け引きの面白さですね。ご覧のように前進守備を敷きます。ダイヤモンドの中に4人の内野手が全員入ってきました。オマリそのまま打ち上げました。これは望月が勝ちました。ファールグラウンド、グラウンドミットの中にボールが収まります。さあ問題はやっぱりこの新庄ですよ、ですが三塁でオマリを歩かしてヤギを打ち取るところまでは計算通りなんですよ。でここがポイントなんですね。ピンチは終わったわけではありません。ですからあの敬遠が生きるか、動かして打たせるというバッティングがバッティングをさせればいいんじゃないかと思いますがね。最初のバッターボックスで笹岡に肩口のあたり、うん、非常に厳しい球を投げられました。新庄です。インコーナー、2円で1、追い込みました。オマリーを敬遠した結果がこの新庄の打席に試されます。三塁ランナーのホームインは認められます。阪神タイガース新庄の詰まったライト前タイムリーヒットでついに同点に追いつきました。7回いい足してるね。
ね、これをしかしファールで逃げてるのにね、取られちゃダメだね。ナイスプレーですね。